助数詞を10個紹介します。ステップ1、数量を聞く疑問詞。いくつ？何人？何個？何匹？何台？何本？何冊？何枚？何倍？何歳？ステップ2、助数詞を使って数えましょう。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ、等。1人、2人、3人、4人、5人。1個、2個、3個、4個、5個。1匹、2匹、3匹、4匹、5匹。1台、2台、3台、4台、5台。1本、2本、3本、4本、5本。1冊、2冊、3冊、4冊、5冊。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。1杯、2杯、3杯、4杯、5杯。10歳、25歳、40歳、65歳、88歳。ステップ3、質問に答えてください。教室に机がいくつありますか？6つあります。男の子が何人いますか？7人います。キャンディーが何個ありますか？
6個あります。庭に犬が何匹いますか？3匹います。駐車場に車が何台ありますか？11台あります。焼き鳥が何本ありますか？8本あります。本が何冊ありますか？8冊あります。ビールが何杯ありますか？4杯あります。カードが何枚ありますか？7枚あります。この子は何歳ですか？5歳です。アリは何匹いますか？たくさんいます。助数詞いかがでしたか？難しかったですか？この動画を最後まで見てくれる人は何匹いるでしょうか？このような失礼な言い間違いをしないよう気をつけてください。